ガーシー議員には先月30日に国会への出席を求める招状が出されていましたが、今日も参議院の本会議を欠席しました。これに先立ちガーシー議員は尾辻議長に対し、欠席する理由について日本に帰ってくると不当な罪を着せられる恐れがあるなどと説明する書面を提出しました。ただ招状を受け取ってから7日以内に出席しなかったため、尾辻議長は本会議終了後、ガーシー議員を懲罰委員会に付託することを決めました。今後懲罰委員会で処分が検討されます。ガーシー議員は当面海外に滞在したままで3月上旬に帰国し、国会に出席する考えを示しています。